こんにちは。科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は喜びの道を開く天の言霊の道について解説していきます。楽しい人生や幸せな人生を送るためにはどうしたらいいか考えたことがある人は少なくないはずです。誰もが幸せになりたいと願っているし、誰もが楽しい人生を送りたいと思っています。幸せな人生を送るためには嬉しい、楽しい、幸せ、美味しい、ありがとうのようなポジティブな言葉を増やしていくことが大事です。一方で他人から言われるネガティブな言葉や嫌な記憶を断ち切っていくことも大切です。今回は幸せに生きていくために必要な9個のアクションプランを解説します。この動画がためになった、参考になった人はぜひいいねやコメントをお願いします。1個目、あの世とこの世は等しいと考える。この世とは身近にある大きな恵みによって僕たちが生かされている世界のことを言います。この世で生かされている僕たちはあの世があると信じることにより死への恐怖や死別した人への悲しみから癒されます。僕たちは寿命が尽きるとこの世からあの世へと進んでいきます。この世で実現できなかった夢や目標はあの世まで持ち続けてもいいです。人の命はこの世もあの世も同様に生きていきます。この世とあの世は等しい世界です。人が死んだ後、この世で生きていた時の思いがそのまんまあの世まで続きます。この世での思いと同じ思いのあの世へと進んでいきます。それは誰かが決めているのではなく、あなた自身の心の状態によりあの世を決めて進んでいきます。心に喜びの多い人は喜びのあの世へと進んでいきます。反対に心に悲しみの多い人は悲しみのあの世へと進んでしまいます。それに加え、この世にもあの世にも喜びに満ち溢れている神の国はあります。この世で神の国に住む人はあの世でも神の国に住みます。僕たちはこの世でもあの世でも神の国に住んでいるような心の状態を保つべきです。そしてこの世とあの世は等しい世界と考えると、僕たちにとってはこの世こそ重要な世界と言えます。寿命が尽きるまではあの世のことは考えずに、できる限りこの世のことだけ考えて生きてみてください。2個目、人生は一度きりのかけがえのないものと考える。この世はありとあらゆるものが刻一刻、今この瞬間も常に移り変わっています。この世で生きている僕たちも刻一刻、今この瞬間も常に変わり続けています。今のあなた自身と1分前のあなた自身とでは厳密に言うと異なります。体の細胞は常に入れ替わっています。僕たちの気持ちも常に移り変わっています。山も川も草も木も命が宿っていない無機物も、そのあり方は常に変化しています。地球も宇宙もダイナミックに変化しています。この世で永遠に不変なものは一つとして存在しないです。同じように今日という日は二度とない大切なものです。僕たちの短い人生も二度とない貴重なものです。死んで再び生まれ変わってきたとしても、生まれる前の記憶が思い出せないのであれば、生まれる前の人生と今の人生とでは全く異なる人生となります。また両親や友人、人間関係、時代、国、人種、言語、肉体、DNA など全てが異なるものと考えるのであれば、生まれる前の人生と今の人生とでは違う人生となります。どのように考えても、今僕たちが生きているということは一度限りのかけがえのない人生と言えます。かけがえのない貴重な人生ということに気づくと、この世の人生で思い悩む時間はないんだと自覚します。このように自覚することによって、この世の人生で思い悩む時間をなくして、神様の喜びに抱かれつつ、その喜びを養っていきましょう。3個目、他者との比較をやめる。この世は多様性に満ち溢れて人々が生きています。僕たちはそれぞれに異なる人生を送っています。
そこでいい人間関係を築くためには多様性を認めることが大切です。人それぞれ多様で異なる才能を持っています。一人として同じ才能の持ち主はいないです。そのためこの世では他者の才能を認めることも大切です。さらに喜びを養うために他者との比較をやめて自信と勇気を持ってあなた自身の才能を認めてください。多くの人はあらゆることを他者と比べてしまいがちです。 SNS で流れてくるお金持ちの動画や高級感あふれるパーティーを行っている風景、高級な服を身にまとい高級ブランドの化粧品をさりげなく自慢するインフルエンサーなど、現代人は何かにマウントを取らないと気が済まない人がたくさんいます。いいねや登録者の数など何かの数字にすがり、会ったことのない誰かと競争をしながら発信を続けている人がとても多いです。しかし特定の誰かと戦って勝ったとしても意味はないです。必ずあなたを上回る誰かがこの世には存在しているからです。いくらお金を持ったとしてもさらにお金を持っている人がいます。いくら登録者の数を増やしてもさらに多くの登録者がいるインフルエンサーは世界中にいます。誰かと比較をしても必ず負けます。この事実をしっかりと受け止めてください。比較をするのは特定の誰かではなくあなた自身です。昨日のあなた、1ヶ月前のあなた、1年前のあなたです。過去のあなたよりも現在のあなたがどれだけ成長しているかが大事です。他人と自分を比較しても得られるものは何もないです。特に日本人は周囲との輪を重んじることを美徳とする傾向が強いです。しかし周囲を見回して空気を読むことには長所もありますが短所もあります。他人に対してはその人の優れているところばかりを見るのに、自分に対してはダメ出しを続けてしまいます。言いたいことを言わずに自分の中に不満をためて落ち込むのではなく、言うべきことは誠実、冷静、対等を意識しながら発信してみてください。現代は SNS が全盛の時代です。多くの人が SNS には良かったこと、楽しかったこと、何らかの達成をした時の報告などを競うように投稿しています。特に Facebook や Instagram では自慢合戦のような投稿が多いです。そんな SNS の投稿を見ていると、自分はそこまでの魅力はない、劣っていると落ち込んでいく人が出てきます。相手を尊重して礼儀は守りつつ、しっかりと自己主張することで他人より劣っているというネガティブな思考から脱出できるようになっていきます。4個目、尊重する。この世の思想は権威者や師匠や親が決めるものではないです。僕たちが尊重しないのであれば僕たちの思想とは言えないです。僕たちの思想は人それぞれの価値観によって、各自が思想を尊重することによってその思想が成り立ちます。僕たちに喜びを抑圧するような思想は不要です。喜びをもたらす思想のみを受け入れてください。そして僕たちはこのような考え方に基づいてこの世で喜びの人生を送るべきです。5個目、自然な欲求も温かく見守る。この世で生きる僕たちには人それぞれに異なる自然な欲求が備わっています。美味しいものを食べたい、お酒を飲みたい、異性と会話がしたい、睡眠をたっぷりと取りたい、遊びたい、趣味を楽しみたい、いい服を着たいなど、誰もが考えたことがあるはずです。時には節約や節制や自制が必要な時もあります。しかし僕たちが持つ社会的な欲望や人による肉体的欲望などの自然な欲求は決して人間性を歪めるものではなく悪いものではないです。一方で他人の言葉によって自然な欲求を悪いものだとみなして、それを過度に節制する思想もあります。このような思想ではあなた自身を疲弊させてしまいます。僕たちは他者を悲しませないように配慮しつつ、
自制が必要なところは自制をして喜びを養うために、この世の人生で自然な欲求も温かく見守ってください。6個目、情報を集めて恐怖を改善点に捉え直す。この世の人生で嫌な思いをしないようにするために、僕たちは言葉についての理解を深める必要があります。言葉は人それぞれの経験や境遇などによって様々に受け取られて解釈されます。そのため言葉とは人それぞれの解釈によって成り立っている不安定なものといえます。このような言葉の本質をつかめると、僕たちは他人の言葉を慎重に聞けるようになります。気をつけないといけないことは、他人の言葉は鵜呑みにしないようにすることです。政府や医療機関が言っていたとしても、誤った情報っていうのはたくさんあります。つまり他人の言葉を精査して、それをあなた自身の考えに受容するのかどうかの判断が必要になります。特に恐怖に関する言葉はあなたの思考をストップさせます。例えば感染症や気候変動などのニュースの言葉です。人はその言葉通りに信じてしまいます。僕たちに恐怖の言葉はいらないです。もしあなた自身に恐怖が襲ってきたなら、良質な情報を集めて恐怖を改善点に捉え直すことが必要です。例えば薬に頼るよりも自然治癒力を高めることです。また情報が足りていないと判断がつかないことも多いです。そこであなた自身の情報と反対側にある情報にも目を向けてみてください。そうすると、正確な情報か誤った情報かといったことは単純に割り切れるものではないとわかります。いいか悪いかという二元論的に考えることも改めてください。さらに今や次世代のためにも、自信と勇気を持って全ての情報に背を向けないように心がけてください。7個目、不名誉な言葉には拒絶する態度も必要だと考える。他人の言葉を聞いた時、聞き流すことがないように、一つ一つの言葉を意識的に吟味して聞くといいです。さらに権威者や師匠や親の言葉など受け入れることができる言葉のみをあなた自身の考えに取り入れてください。受け入れることができない言葉の場合は否定しないようにしつつ、可能性があるくらいに考えて保留してみてください。他人の言葉を保留すること自体もとても大切なあなた自身の考えだと言えます。しかし不名誉な言葉は真に受けないようにすることが大切です。不名誉な言葉とは、主に権威者や師匠や親などからの喜びの言葉を抑圧する理不尽であなた自身の心の傷になってしまう言葉です。これがあなた自身の内なる言葉に影響を及ぼすことがあります。僕たちには不名誉な言葉に対する同意や覚悟はいらないです。また生まれ持った気質などとは考えない方がいいです。不名誉な言葉は僕たちの喜びの内なる言葉を衰弱させてしまいます。そこで断固として、不名誉な言葉には拒絶する態度が必要です。そのような態度を取るためには、神様が守ってくれていると強く信じて日々自信と勇気を持ち続けることです。そうすると、不名誉な言葉があまり気にならなくなります。また喜びをもたらす思想のみを受け入れることと同様に考えて、喜びを抑圧するような言葉は必要ないです。さらにあなた自身に不名誉な内なる言葉があるのであれば、その言葉を名誉ある内なる言葉へと置き換えてみてください。例えば、できるわけがないといった不名誉な言葉を自分ならできると変換してください。精神的に弱いという不名誉な言葉を精神的に強いと変換してください。8個目、嫌な記憶を縮小化する。不名誉な言葉は嫌な記憶になることが多いです。嫌な記憶とは、実際にあった過去の出来事の中からふとした時に繰り返し蘇ってきてしまう悩みや苦しみ、痛み、不安、恐怖などの感情を言います。僕たちは過去の嫌な記憶が蘇るたびに、その経験をした時と同じ感情が湧き上がります。
するとその感情に対応する脳内ホルモンが分泌されます。そしてこれを繰り返すと嫌な記憶がより強化されてしまいます。嫌な記憶の正体は生命維持に関する感情の記憶の残骸です。危害の記憶、失敗の記憶、損失の記憶、この3つが嫌な記憶です。これらは人が生きていく上でとても重要な記憶になります。しかし嫌な記憶のフラッシュバックやトラウマにまで進んでしまうことは必要以上の暴走と言えます。嫌な記憶が今のあなた自身を守ってくれることはないです。嫌な記憶に対してはそれを手放す強い決意が必要です。過去の嫌な記憶は思い出さないことが一番いいです。嫌な記憶を意図して思い出すメリットは何一つないです。嫌な記憶を思い出さないようにしていると時間の経過とともに嫌な記憶は薄らいでいきます。しかし思い出さないようにしていてもふとした時に蘇ってきてしまうことがあります。そこで僕たちは喜びを養っていくために嫌な記憶を縮小化する方法を身につける必要があります。最初に手放したい嫌な記憶が蘇ってきた時、それに負けずに喜びの呼吸法を実行します。喜びの呼吸法は次の通りです。 1. 空気のありがたさを感じてゆっくりと息を吸い込む。 2. 嬉しいと思いつつゆっくりと息を吐く。 3. 一呼吸ごとに全身の力を抜いていく。 4. 神様の喜びに抱かれつつその喜びを養う意識を持つ。喜びの呼吸法を実行すると気持ちの切り替えができます。また嫌な記憶の助長を食い止めることもできます。次に嫌な記憶の場面は過去の出来事で現在は起きていない。過去はすでに過ぎ去っていると認識してください。さらに僕たちの身近にある大きな恵みに真剣に思いを巡らしてください。僕たちには空気があり水があり食料があり衣類があり物があり住居がありそして肉体があります。さらに電気があってガスがあり水道があります。これらは神様と人それぞれが生み出しているものです。当たり前にあるものではなくありがたいと認識すべきものです。決してあって当然というものではないです。これらの一つ一つが存在してくれていることに真剣に思いを巡らせると僕たちは生かされていることに気づきます。また命が支えられていることを実感します。このような思いに至ると現在から未来へと向かって生きている僕たちが過去の嫌な記憶にとらわれている無意味さを知ることができます。最終的に神様への感謝の心に浸ることによって過去の嫌な記憶を縮小化することができます。嫌な記憶を縮小化する方法をまとめます。 1. 喜びの呼吸法を実行して気持ちの切り替えを行う。 2. 嫌な記憶の場面は過去の出来事と認識する。 3. 大きな恵みに思いを巡らせて感謝の心に浸る。ぜひ試してみてください。9個目、感謝の言葉によって過去の解釈を変える。嫌な記憶を縮小化する方法を紹介しましたが、さらにふとした時に蘇ってきてしまう嫌な記憶に対してありがとうと心の中で連呼をして感謝の言葉でラベリングする方法もあります。嫌な記憶は生命維持に関する感情の記憶の残骸です。そのため記憶にとても刻まりやすいです。一方で感謝の記憶は生命維持との関係が少ないです。そのため記憶には刻まりにくいです。この記憶の性質を利用します。記憶に刻まりやすい嫌な記憶であったとしても感謝の言葉によってラベリングし続けることによって嫌な記憶の質が変わって記憶が蘇りにくくなります。嫌な記憶に対して感謝の言葉でラベリングすることは人によってはとても難しいと言えるかもしれないです。しかしこれを行い続けた先に僕たちは実際に嫌な記憶を思い出しにくくなっていることを体感します。
なお過去と現在を切り分けて現在の出来事の場合、現在を足がかりとすることも試してみてください。すべての出来事は過去ではなく未来でもなく、今この瞬間の内なる言葉によって作り出されます。つまり確定している未来なんてないです。未来は現在の内なる言葉が作り出していくものです。過去を考えて後悔することはやめてください。未来を考えて不安に思うこともやめてください。現在から未来へと向かって喜びとしてください。現在僕たちが置かれている環境は人それぞれの内なる言葉が呼び寄せたものです。そのため環境に不満を言うことは、あなた自身があなた自身に対して悪口を言うのと同じことになります。置かれている環境を認識して受け入れることによって、初めて僕たちは前に進めるようになります。僕たちにできることは、現在がいかなる状況だったとしても内なる言葉に意識を向けて前に進むことです。過去の嫌な記憶は神様の喜びに抱かれつつ、その喜びを養うことによってさらに解消へと向かいます。実際に起きてしまった過去の出来事は変えることができないです。一方で過去の出来事の解釈はいくらでも変えることができます。自信と勇気を持って必ず変えられると強く信じてください。最終的に嫌な記憶を思い出すたびに、ありがとうと感謝できるあなた自身となるはずです。解説は以上です。人生は一度きりです。過去を見直したり未来を考えたりすることも大切ですが、現在を大事に生きることの方がもっと重要です。生きづらさを感じる時もあるはずです。しかしそんな時こそ、喜びの言葉を使ってあなたの中にある内なる言葉を育てていってください。また嫌な記憶を縮小化する方法を解説しました。一度で嫌な記憶が縮小化することは少ないです。しかし嫌な記憶の縮小化を繰り返すうちに、徐々に感謝の気持ちが芽生えてくるようになります。今回の解説が良かった、ためになった人はいいねやコメントをお願いします。音声を聞くのと書籍の文章を読むのでは感じ方が異なります。ぜひこの本を購入して読んでみてください。本日はご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。